カガメとジョージ・ W ・ブッシュ・ポール・カガメは、ルワンダの政治家、軍人。現在、同国大統領で、ルワンダ愛国戦線の最高指導者。土系。ベルギー領ルワンダ・ウルンディのギタラマ県ルハンゴ出身。少数派の土が権力を掌握していたルワンダで土と、ベルギー当局との関係悪化に伴い1960年に、多数派のフッツが万世節の騒乱を起こし、カガメは、 家族と共に、ウガンダ西部、トロの花粉ンゲ難民キャンプで過ごし、ナタレ学園で学んだ。1979年に、ヨーエリムセベに率いる国民抵抗運動、軍に参加し、ウガンダのオボテ独裁政権の打倒を目指して、ゲリラ闘争を行う。1986年に、オボテに代わった人をおケロを追って、ムセベニ政権が誕生すると、カガメは、 国民抵抗軍の情報部長官に就任し、公的にも一時、ムセベニ大統領の側近となった。1990年10月、ウガンダに拠点を置く、反政府ゲリラ組織リュワンダ愛国戦線がリュワンダを越境攻撃し北部を制圧。その頃、カガメは、米国レブンワース基地のアメリカ陸軍式幕僚大学で軍事訓練を受け、後に RPF 最高司令官となる。 当時のジュベナール・ハビアリマナ政権をフランス、ベルギーなどが支援し、戦闘は硬着状態に、長期にわたる和平交渉を経て、1993年に和平が成立。しかし1994年にハビアリマナ大統領と隣国ブルンジノンタリャミラ大統領が登場する航空機が撃墜され死亡すると、政府軍及び仏通強派民兵インペラハムへによる、 土などへのゼノサイドが発生、推計で約80万人が死亡した。すると、カガメ率いる RPF は、土保護を名目に全土を制圧し、フッツのパストゥールビジムングを大統領とする新政権を発足。カガメは副大統領兼国防省に就任し、事実上政権を掌握し、軍事的にも同国に強大な影響力を保った。 1998年2月、カガメは正式に RPF の代表となり、2000年にビジムング大統領が辞任したことを受け、副大統領であったカガメが同年3月24日に暫定政権大統領に就任、4月22日に正式な大統領となった。2003年8月25日に1994年以来、初めて実施された大統領選挙にて、 約95%の得票率で当選し、同年9月12日に就任した。2010年の大統領選挙でも、得票率93.08%の圧勝で再選されている。2015年には、憲法172条の改正により2034年まで大統領職に留まることが可能となった。2017年8月4日の大統領選挙では、 中国などからの投資を積極的に受け入れて、アフリカのシンガポール、アフリカの奇跡とまで呼ばれる順調な経済成長を背景に得票率98.70%の圧勝で参戦。2018年度のアフリカ連合議長を務め、アフリカ大陸自由貿易協定の設立を主導した。一方、反体制派への弾圧を行うなど自らの 権力基盤を強化するその手法は独裁者であるとの批判も出ている。ありがとうございます。